タイムリミットは1時間。午後6時を知らせる鐘が鳴った時、私たちは元の世界に戻される。1時間しかいられないんですか？私の魔力ではそれが精一杯けれど、十分それだけの時間があれば、この先の10年くらい簡単になかったことにできる。過去に干渉したところで、私がセレナを殺した未来は変わらないんだ。つまり私たちが戻るのは元々いた世界だけど、殺人鬼が生まれなかったこの世界は全く違う時間軸となって存在することになるの。大変失礼なんですけど、それって意味あるんですか？そういうものだよ。あ？お姉さんは未来から来た人だよ。へえ、私買い物に行く途中なのでごめんなさい。失礼します。あ、ごめんね。待っててね、セレナ。でもね、口先では冷たいくせに中身はとっても優しい子なの。私はよく知ってる。行きましょう。作戦開始よ。ないですか、エステルさんも強盗も。両親をめった刺しにするから。めった刺しって盗みを働くためにそこまでするんでしょうか？もしかして強盗に見せかけた怨恨からの犯行だったり。指輪から吸い上げられていく私の魔力、つまりそれはエステルさんが誰かと戦っているということ。おそらく相手は強盗でしょう。終わったのでしょうか？そう、私たちはエステルさんも私も何もかもが間違っていたのです。お姉さん、この女と一緒にいた人ですよね？どうしてこんな。私、両親から虐待を受けてたんです。父にはいやらしいことをされ、嫉妬した母にはぶたれ、それなのに家の外では仲のいい家族を演じるという壊れた家でした。だから殺しちゃいました。これって許されますか？びっくりしちゃうよね。お姉さんたちが私の計画を邪魔しに来たタイミングに。本当に未来から来たんですか？私たちは。ねえ、本当に未来から来たというのなら教えてくれません？未来の私って何をしてます？親友に殺されます。殺される？親友に？私に親友なんていませんが。ん？あ、なるほどなるほど、私分かっちゃいました。これが未来のエステルですね。やっぱり。でもどうしてエステルに？あなたが殺人鬼になったから。なるほど、殺人鬼に。なるほど、納得です。納得。だって人を殺すのってこんなに楽しいんだもの。許さない、許さない。私をずっと騙していたの。友達だと思っていたのに。
人鬼になる私をエステルが勝ちだと思ってたのに、あなたがきっといい子に戻れると思ってたのに、ずっと私を騙してたのねえこの悪魔この人暮らしこれはこんなことはなんかいらない、全部いらない、あなたごと全部なくなってしまえばいい、あなたなんて助けなければよかった、あなたのことなんて振り返らなければよかった、あなたの死なんて哀れまなければよかった、あなたなんて死んでしまえばいいのよ、あなたなんて、あなたなんて、あなたなんて、さよなら、セレナ。